久しぶりにスリットプランターにお目にかかりました。こんにちは、花草人の尾関淳子です。久しぶりにこちらのスリットプランターにお目にかかりました。こちらはまん丸に植え込んでハンギングバスケットをね、鉢にしたような資材です。こちらをじゃん、このように花束のように植え込んでみましたよ。大きくなってくると本当にまん丸なボールになります。玉咲くスミレやスイートアリサム、バコパなどを使ってふんわりまん丸に仕上げてみました。スポンジを使わずに水苔で花束を作っていくようにして作りましたよ。こんな可愛い寄せ植えも作ることができます。お問い合わせはこちらの電話番号かホームページからお尋ねくださいね。花草人の尾関淳子でした。またね。